ウェストミンスター宮殿ヘマーケットのハーマジェスティーズ、劇場ピカデリーサーカストラファルガースクエアウェストエンドは、イギリスの首都ロンドンにおける地区。行政、商業、文化施設などが集中している。劇場や歌劇場なども多く、ニューヨークのブロードウェイと対象させ、ロンドンのミュージカルをウェストエンドと称することもある。ロンドンにおける代表的な地区は一般に、 次のように対象付けられることが多い。定義としては、金融街である市ィを中心として、その西側がウエストエンド、東側がイーストエンドとなる。この地区には非常に多くのアトラクションが集中しているため、単にウエストエンドといった場合、何を目的にするかで幅が出てくる。例えば映画館や劇場の場所を示している場合、主に レスタースクエアやコベントガーデンのあたりを指すことが多い。ショッピングエリアとしては、オックスフォードストリート、リージェントストリート、ボンドストリートなどが中心になってくる。また、トラファルガースクエア、トッテナムコートロード、双方も含まれているので美術館やギャラリーも多い。下に上げる地区の多くは1815年以前に発展を遂げた箇所である。 ハイドパーク及びケンジントンガーデンズの北、南、西はナポレオン戦争期から19世紀後半にかけて発展した。当時のロンドン市街に点在した村が中心となった地区も多い。ケンジントンガーデンズの西にあたる地区はウエストエンドに含めないことがある。リストの最後二つがそれにあたる。オックスフォードストリート。ありがとうございます。